東北地方というのは世界的に見ても人口が高齢化して死亡率が高くて医療圏が非常に広い中で医療者は非常に限られているというような状況で、まあ、本当に課題が山積しているんですね。日本は世界で一番高齢化が進んでいますので、その中でも特に高齢化が東北地方は進んでいますので、そういった中で課題を解決するために新しい医療を作っていかなきゃいけない、そのツールとしてやはり AI は非常に魅力的だというふうに考えています。実は私たちは、まあ、日本の中のローカルにあるわけですけれども、我々が直面している課題というのは世界に通用する課題だというふうに考えています。そのローカルでありながら常に国際的な視野を持って、そして国際展開も見据えて開発していくというコンセプトがありまして、これを我々はグローカルな戦略というふうに呼んでおります。我々のプログラムというのはデザイン思考というものを学んで、本当に現場のニーズに根ざした開発を行って、じゃあ医療課題のどれをどの程度 AI で解決できるのか、そういったことをデザイン思考を持って主導できる方々、人材を育成したいというふうに考えています。特に特徴的なのは東北大学が主幹となって、北海道大学、それから岡山大学に連携校として参加いただいて、3つの大学がチームを組んで教育をしようという体制を作ったことです。そして企業の方、理化学研究所、そういった様々なお力を借りれば十分な教育スタッフを揃えることができると、教育の厚みを増すことができるというふうに考えています。今まで通常の統計では分からなかったようなところが AI で解析することによって新たに見えてくると、さまざまな形で人の手をかけないでも AI が代わりにやってくれるというようなことができれば、我々としては非常にいいなというふうに考えています。2021年4月にスタートしたクリニカル AI では、医療リソースが限られる地方都市の現状を見つめ、医療課題をキュレーションし、 AI 技術を駆使したソリューションを導き出せる実践的な人材の養成を目指しています。クリニカル AI は AI の基礎を学ぶレクチャー、デザイン思考に基づく課題の設定を学習するチュートリアル、そして自身がテーマに掲げた医療 AI 開発に取り組むワークショップと3つのステップから成り立っています。デザイン思考とは前例のない課題や未知の問題に向き合う思考法のことです。この考え方の元となっているのは、今現場で何が問題で何が必要とされているかという目線であって、ユーザーのニーズが最も重要なことと考えられています。これをもとに共感、定義、創造、試作、テストの5つのプロセスと PDCA サイクルで課題の本質に迫っていきます。医療分野におけるデザイン思考とは、課題を定義するために特に現場での徹底した臨床ニーズを洗い出して、それらを解決するためのアイディア、技術、方法を見つけ出すことで、それらを実現化する取り組みといえます。このデザイン思考の目的は、利用者、つまり患者さんに寄り添って多様な意見を授与しながら、プロジェクトメンバーとのディスカッション、ハンズオン実習などを通じて革新的かつ画期的な視点や発見を得ることを目指します。これまで医療 AI 開発はデータの解析手法が重要であり、現場のニーズに必ずしも即してないという問題がありました。したがって特に現場を知っている医療者の視点と医療が扱う優れた AI 技術の交わる技術と医療価値の融合域を見つめることが、真に価値のある
AI ソリューションを作り出す道しるべとなると思います。クリニカル AI では東北大学、北海道大学、岡山大学それぞれ標準修学年数4年の医学履修課程と標準修学年数1年のインテンシブコースを設置しています。対象は大学院生ですが、インテンシブコースでは社会人をはじめとする方々へ研鑽の機会を提供しています。このプログラムは医療 AI 領域におけるトップイノベーターを輩出することを目標に置いています。一方で近年の AI 技術の広がりを見れば、医療関連だけではなく研究機関や企業、行政など広い分野で医療 AI に対する知識や知見、センス、技術を持つ人材が求められており、さまざまなフィールドでの活躍が期待されています。講義は基本オンデマンドのため好きな時間に受講できますし、プログラミングの基礎というところから AI モデルの開発まで、その人に合った幅広いスキルを身につけることができます。また本コースの特徴であるデザイン思考というところに関しては、対面の集中講義の形式でオープンなディスカッションからどう実際の研究や医療現場で用いるかというところまで系統的に学ぶことができました。月に1回ジャーナルクラブとして自分の研究の進捗や面白そうな論文を発表する機会があります。普段の研究室での論文消毒会とは違って、さまざまな診療科の先生から横断的な研究をいただく機会なので、研究の方向性を見つめる上でとてもいい機会になっています。またこちらも月に1回程度なのですが、医学 AI セミナーとしてアカデミアの研究者や企業のトップ研究者から講演いただき、ざっくばらんに質問できるような機会があります。講演する先生方のバックグラウンドも様々なので、自分の将来のキャリアを決める上でもとても参考になっています。将来は医療とデータサイエンスの架け橋になれるような研究者を目指しています。今後もこの目標に向けてクリニカル AI コースにて精一杯研究に励んでいきたいと考えています。育児中での大学院在籍なので、子どもの就寝後や早朝などに研究をすることがあります。対面だけだと研究がこう停滞するようなこともありそうなんですけど、疑問が生じるとスラックで投げかけるとすぐに返答いただいてます。あとは必要に応じて対面やオンラインで補足説明をしてもらったり、個人講義をしていただいているので、滞ることなく研究を進められているのかなというふうに感じています。研究日には AI ラボで作業をして、研究内容や手法について深くディスカッションしています。研究テーマのディスカッションではデザイン思考をもとにした問いかけをたくさんされるので、意味のある課題設定を意識するようになりました。オンラインと対面の両方で知識や研究が深まることを実感しています。企業との共同研究でデータ解析をしてもらった経験があります。自身にプログラミングや機械学習に関する知識や技術のノウハウがあれば、より適切に結果を解釈したり発展的な研究につながる可能性を感じました。今後医療データ活用は必須スキルとなるので、きちんと習得したいなと思ったのがきっかけです。臨床現場の視点から真にニーズのある医療課題を見つけて、解決につながるような研究や開発に携わっていきたいなというふうに考えています。今の医療者というのは、さまざまな方法で患者さんを救うことができる。新しい医療システムや AI を使った新しいものを作っていくと、未来のもっと多くの患者さんを救うことができるという可能性もあります。 AI の開発が新しい医療を作っていく、新しい医療業務を作っていく、新しい治療法を作っていく、さまざまな局面で活用されて
次の世代で役立ってほしい、そのための人材がぜひ育ってほしいというふうに考えております。そして我々日本の中核都市だけではなくて、そういった課題解決が世界的にも必ず役立っていくというふうに私は期待しております。現在の、そして未来の、地域の、世界の医療課題に AI 技術によるアンサーを。